二段モーションやってみな、二段モーション。二段モーションのじゃあやり方を、はい、ぜひ教えてください。なぜ二段モーションするかっていうと、やっぱりピッチャーはどんだけ軸足の方にこう体重を残せるか、うん、まあ、そのためにこう肩を落としたりとかいろんなことをするんですけど、まあ、僕の場合は1回目普通に上げて2回目でこう蹴るんですね、はい、こっちに1回目上げて蹴る、はい、そんな感じです。でこうやって上げて蹴ることで加速を作るんですよね。難しいですね、これ。むずいですね、はい、あ、こうか。ちょっと1回投げてみます。セカンド方向に蹴ることで、はい、こっちに蹴るからこっちに体、あの逆方向に体が、うん、流れる速い速度で行くんですよね。おお、でも投げやすいかもです。そうですね、やっぱピッチャーはこう加速をいかに使えるかなので、はい、そのためにもやっぱりこうやって2回目でこう加速をつけて、で肩を下げて、でここでまたさらに腕の加速をつけるっていう。忙しいですね。忙しいですよ、ピッチャーやることいっぱいなんです。難しいです。シャドーピッチングしてからじゃないと。お、今のいい、指にかかってる。お、ナイスボール。少しなんか投げやすくなりました。本当ですか？はい、なんか球速が上がりそうな気がしました。はい、